犯人はこの子にほぼ間違いない。今からこれを町の至るところに貼って町の人たちにも犯人逮捕に協力してもらおう。お前たち行きなさい。かしこまりました。ちょっと待ってください。確かにカレンちゃんのお宝はどこかに行ってしまったけど、まだケイちゃんが犯人だなんて何の証拠もないのに、うちの生徒をそんな風に疑うのはやめてください。そうです、もしかしたら犯人は別にいて、ケイちゃんは何らかの理由でいなくなっただけかもしれないのに。確かに犯人はこの子じゃないかもしれない。しかしこの子が犯人じゃないという証拠もない。そうですけど、明かりが消え、ここにあったケープとこの子がいなくなったのは事実です。とにかく今するべきことはあの子を見つけること。でなければこの事件は解決しないのです。そうね、ケイをまず見つけることが一番の先決かもしれないわね。レオ、こういう時こそあんたの出番じゃない？そうだぜ、俺のケイの無実を証明してくれたぜ。一つずつ聞き込みをしてこの事件の謎を解いていくしかないな。任せとけ、俺に解けない謎はない。ケイは確かに高価で可愛いものは大好きだし、ケイなら欲しがりそうだけど絶対違うはずだぜ。そうよ、私の可愛い生徒がそんなことするわけがないわ。頑張ってよレオくん。わかったよ、わかったから。本当どうしましょう、私がこんなパーティーを開いたばっかりに大変なことに。こんなパーティーしなければよかった。お姉ちゃん、今頃パーティー楽しんでますかね。そうね、みんなの前でドレス踏んづけてなきゃいいけど。この辺に貼りましょう。お、何かしら、特売品のチラシでも貼るのかしら。早くこの犯人が見つかりますように。他のところも貼りに行きましょう。時間が経ったので落ち着いてきましたか？ええ、レオ君、私もあなたを頼りにしています。どうかこの事件を解決してください。今頃町では手配書を見てみんながあの子を探してくれているはずです。それと並行してこちらでも事件を検証していけば良いかと。それでは順を追って確かめていきますね。あの電気が消えた時、Kはどこにいたか見た人はいますか？はいだぜ、俺はここに来てから嬉しそうにお宝を見てるKが可愛くてずっと姿を目で追ってたから知ってるぜ。チャック、どのあたりでKが見てたか詳しく教えてくれ。カレンお嬢様がケープを脱いでここに飾られた時、Kはあの隅の方でずっとケープを見ていたぜ。それ見ろ、あの子はやはりあのケープに並々ならぬ興味を持っていたのだ。いやいや、ただ嬉しそうに眺めてただけだぜ。それとあの時確か何か白い小さいものがKに向かって飛んできたような気がするぜ。白い小さいもの？なんだろう？あ、それは私も見ました。一瞬だけど本当に白いものが飛んできたんです。飛んできた白いもの、もしかして紙飛行機？あー、そうですね、そう言われるとそんな気がします。それをあの女の子が捕まえて手に
に撮って見てたと思います。それじゃあその紙飛行機が何か関係ありそうだな。でもどこから誰がそんなものを飛ばしたんだろう。この中でそんなものを飛ばした人はいますか？いないよな。ってことは窓から飛んできた可能性が高いな。外といえば門で警備をしている警備員さんか。ちょっと話を聞いてきます。ああ頼む。すいません。僕たちが中に入ってから今まで誰か他にもこの中に入った人物はいますか？そして青いドレスを着た女の子はここから出ていきましたか？ジェームスさんから誰も入れてはいけないって言われたから、あれから誰も入ってないよ。そして女の子の方は確かに大きな紙袋を抱えて急用で帰らなくちゃとか言って出て行ったよ。やっぱり K がケープを持って出たのは間違いない。あいつ全く何してんだよ。でもただ理由もなく盗むような子じゃないのは俺も知ってる。そして紙飛行機を飛ばした不審人物はどこから入ったんだろう。警備員さんは誰も入ってないって言うし、あれ今朝は警備員さんが二人いたのに今は一人なんですか？ああそれがパーティーが始まった頃にトイレに行ってくるって言ってここを離れて戻ってきたら、もうジェームスさんにお前は今日は帰っていいって言われたから帰るって帰っちゃったんだよね。それなんか変ですね。まあ俺も初めて一緒に仕事したやつだしな、よくわかんないんだよ。いつも一緒に警備してる人じゃないんですか？ああいつものやつは体調が悪くなったから代わりに来たとかなんとか言ってさ、ジェームスさんにも朝挨拶してたよ。そいつだ、そいつが怪しい。警備員になりすましてこの屋敷に入り込み、K に紙飛行機を飛ばしたやつに違いない。すいません、ありがとうございました。怪しいって紙飛行機？何のこと？あーどうしよう。紙飛行機の手紙を見てとっさにこれを持って飛び出してきちゃったけど、でもやっぱり怖くなってきちゃった。でもこれを持っていかないとカレンちゃんが危ない目に。どうしよう。皆さん集まってください。もう犯人が分かったの？犯人の目星はつきました。本当か？今朝門のところにいた警備員の一人が偽物だったんです。なんと。確かに今朝私に挨拶に来た方の男は初めて会ったやつだった。いつもの警備員の代わりだと言っていたが嘘だったのか？はい、おそらく。そしてそいつがケープを持ち出すように書いた紙飛行機を K に飛ばして、 K はそれでケープを持ち出しただけだと思います。その警備員の男は一体何者なのかしら。何のためにケープを盗んだんだろう。お金目的かな。そうだよね、男のくせにあんな可愛いケープ必要ないよね。さっきから問題になってる紙飛行機ってこれじゃない？今そこの隅に丸まって落ちてたんだ。きっとそうだよ。ハルト君見せて。ピンクのケープを持ってショッピングモールのキュートショップに行け。そしてワンピースで隠すようにして奥のハンガーにかけろ。そうしなければカレンお嬢様の身に危険が迫る。やっぱりそうだったわ。だからケイちゃんはショッピングモールに持っていったはず。そうですね、謎の半分は解けた。あとはケープを奪おうとした犯人の正体とその理由だ。レオ君お見事だ。解決まであと少し。みんなでショッピングモールに行こう。あれからかなり時間も経ったし女の子も持ってきたはずだ。書いてた通りきっとワンピースの奥に。あれない。あの子まさかケープに目がくらんで逃げてしまったのか。くそ、カレンお嬢様に危険が迫ると書いておけば絶対持ってくると思ったのに。ケープに目がくらんだのはお前だろ。はっ、ケープ盗難事件の犯人はあなたですね。ああ、どうしてどうしてか聞きたいのはこっちの方だ。そしてお前どこかで見たことはある気がしていたが、先日の全国執事会議であったミリア姫の執事じゃないか。お姫様の執事？どうしてそんな人がケープを盗むなんてこと。ああ見つかったならもうダメだ。そうです、私はミリア姫の執事マイクと言います。
そんな人がどうしてこんなことをしたのかちゃんと説明してもらえますか？はい、実はあのケープはもともとミリア姫様のものだったのです。しかしミリア姫様の父上母上が最近続けて病気で亡くなり、我が王室の資産はたちまち底をついてしまい、ミリア姫様に唯一残されたあのケープも売りに出されてしまったんです。そんなことがあったの？あのケープはミリア姫様の母上様が姫の誕生日に贈られた大切なものなのです。ケープを手放してからのミリア姫様はみるみるうちに元気をなくされ、執事として私は姫のために絶対あのケープを取り戻さなくてはと思ったのです。それだけミリア姫様にとっては大事なケープだったんですね。なるほど、ご主人様に仕える同じ立場としてお前の気持ちはよくわかった。だがしかし、お返しいたしますわ。そんな事情があったとは知らずごめんなさい。カレン様、いいんですか？いいのよジェームス、持ち主のところへ戻るだけです。ケープはずっと大切に保管してありましたから安心してくださいとミリア姫様にお伝えください。カレン様、本当に本当にありがとうございます。そしてこのようなことをしてしまったことを深く反省します。でも待って、この人がケープを取り戻そうとした経緯は分かったけど、肝心のケープとケイちゃんはどこに行ったの？本当よね、このお店に持ってきてないってことはどこにいるの？きっと大変なことをしてしまったって途中で気づいてどこかでビビって隠れてるんじゃないのか？誰かケイの行きそうなところに心当たりはないか？俺には分かるぜ、きっとあそこだぜ。ちょっと待ってよチャック。今頃犯人はケープがないことに気づいて激怒、そしてカレンちゃんの身に恐ろしいことが。あーどうしようどうしよう、でもやっぱりこのケープは守らなくちゃいけないと思うし。ケーイルカだぜ。えこの声チャック、ケーやっぱりいたぜ。全部解決したぜ。え、本当に？私のしたこと罪にならない？こんなお宝を持って逃げたんだよ。ケイちゃんはそのお宝を守ってくれたんですよね。ありがとうございます。それではそのケープをこちらの方へお渡しください。え、カレンちゃんのものなのにいいの？ええ、私以上に必要としている方ですので。わかった、カレンちゃんがそう言うなら。ありがとうございます。ミリア姫様、これで元気になれますか？はい、本当に皆さんありがとうございます。それにしてもチャック、よくケイちゃんがここにいるって分かったわね。この秘密基地は最近俺とケイが見つけた場所なんだぜ。お互い何か困ったことがあったらここに集合って話したことがあったの思い出したんだぜ。本当にここにいてくれてよかったぜ。本当だな、これで事件も全部ビシッと解決。みんな本当にいろいろありがとう。いたぞ、1000万円の子だ。あの子を捕まえろ、1000万円ゲットするぞ。待ちなさい。いたぞ、助けて。待て、1000万が逃げたぞ。Kは大変そうだけど、この事件が無事解決できてよかったって思ってくれた子は評価をぜひ、ツイッターをやってる子はココナッツさんのツイッターもぜひフォローしてね。それじゃあまた次の動画でね。バイバイ。